ミラクルユートピアは日本の競争場、シュボバ。4歳春に現在の天皇賞にあたる提出後焦点を制したものの東京優春大競争直前に故障のため参戦三勝で引退した。戦前の日本競馬における幻の最強馬の一頭に数えられる。半姉に前年の東京優春大競争2着のメリーユートピアがいる。 渡辺雅人の師匠としても知られる中村和夫が調教し、自ら全参戦に起場した。4歳1月6日に阪神競馬場でデビューすると、新古場戦、新古場優勝戦を共に持ったままのレコード圧勝でに連勝を果たし、4月の提出後商店に出走。後藤立のレースとなったが、 前年の東京優秀大競争優勝馬カブト山と、後の東京優秀大競争二着馬のテーマを持った、ままで破り、レコード勝ち、参戦参照とした。その勝ちっぷりに、東京優秀大競争では、ミラクルユートピアの強さに恐れをなして回避馬が、相次ぎ、11等だけで行われる予定だった。しかし圧倒的な本命候補として臨んだ。 東京優秀大競争の当日朝の調教中、右前足を脱臼したため急遽出走を取り消し。これにより、競争能力を喪失し、再起かなわず引退した。本場が出走を取り消した東京優秀大競争は、小形系作り級者が上位独占を決め、フレーモアが優勝した。後に、東京優秀を発祥する市にとってこれが、初の東京優秀制覇であった。 また、同一調教師が一着から三着までを独占したのは、これが唯一である。引退後は、故郷のユートピア牧場で種ボバ入り。1944年まで種ボバとして共用された。東京優秀には五頭の三句を送り出したが、父の無念を晴らす三句は出せなかった。ユートピア牧場もミラクルユートピアの強さを再現することに執着し、母、エミールや、 ハンアネメリーユートピアとの異例の近親交配も言った。なお、母の父として、清富士などを出している。以上の、競争成績における内容は、帝国競馬協会競馬成績書、昭和9年春季7ページ、12ページ、33ページに基づく。ありがとうございます。